コーンウォールのマーク王は、6世紀初期にケルノーを支配した王。アーサー・王伝説においては、トリスタンのおじで、イゾルテの夫として登場することで有名。トリスタンとイゾルテは彼に隠れて、不倫をすることになる。コーンウォールのマーク王、ハワード・パイル・ガマーク王は、アイルランドの王女、イゾルテを花嫁として連れてくるため、トリスタンを派遣する。 ところが、トリスタンとイゾルテが恋に落ちてしまい、マーク王は二人の関係を疑うが、最終的に疑念は確信に変えられる。ある晩では、マーク王はトリスタンを縛り首にしようとし、イゾルテを、来病患者の隔離施設に閉じ込めてしまっている。公主系から逃げ出したトリスタンは、囚われのイゾルテを救い出し、後に、マーク王に、これが露見する。 最終的にマーク王は彼らを許し、イゾルテは、マーク王のもとに返され、トリスタンは国を立ち去ることになるのだった。この物語において、マーク王がトリスタンとイゾルテの貫通を疑い、彼らの無実を信じるということが幾度か繰り返されている。作中では、こういった出来事が何度も起こる。ベルールの番によれば、トリスタンとイゾルテは、語り手が彼の側に神がついていると宣言するとおり、 決して重大な危機に陥ることはない。マーク王は、アーサー王伝説に登場する他の王たちが、関連的に王としての役割を果たすだけで、夫としての役割を描かれないていないのと異なり、夫としての側面を描写されている。マーク王は不定の妻に同情的な描かれ方から、三分のトリスタンにおいては、全くの悪役。彼は、自分の命を強姦した上、 その名が彼の息子を出産すると彼女を殺してさえいる。同じように自分の兄弟のボールドウィンまで殺害している。この物語以前の番ではトリスタンはマーク王から離れてブルターニュで死ぬことになっていたが三分のトリスタンではマーク王はトリスタンが木の下でイゾルテのために縦ごとを引いているところを刺し殺すという風になっている。このような人物としてのマーク王が パロミデスのロマンスやトマス・マロリーのアーサー・オーの詩を含む中世の作品では一般的であった。だが近年のトリスタンとイゾルテの伝説をもとにした作品では中世の詩物語から題材を得るものの再びマーク・オーを同情的な風に描くようになっている。これらの伝説において通常はマーク・オーはティンタジェル城に住みコーンウォールを統治することになっている。 マーク王は、ギリシア神話に登場する、ロバの耳の乱す王から、ケルト的な異形と結びつけられるようになった。ウェールズの物語において、マーク王の耳は、馬のそれであり、マーチという彼の名前は、ウェールズ語の、馬をもじったものになっている。ブルターニュのバジの王、編集ブルターニュの伝説によれば、彼は、もともとはこの地方のコルヌアユの王であったとされる。ある日、マルク王は、 メジカを矢でいかけたが通用せず、跳ね返って王の愛場、モルバックを殺した。メジカは椅子の王女ダヒュの仮の姿であり、彼女は魔法使いの精霊園であった。罰として王は愛場の馬の耳と縦髪をつけられてしまった。ただ一人その秘密を知る、リハツ氏は、ついに耐えかねてに、砂の穴の中に王様の耳は馬モルバックの耳と叫び、その場所からは足が生えた。 ところが、王に招かれた、学士団が、その問題の足で作ったリードで演奏した。すると、王様の耳は馬モルバックの耳と聞こえる音楽が、鳴り響き、王が耳に巻いていた包帯も風でほどけ、秘密は、暴露されてしまった。王は、地軸のあまり走り出し、勢い余って崖から、転落死した。セイレーンはしかし不憫に思い、ダイブリテンのコーンウォールの王として蘇らせたという。 暗黒時代に見つかったコーンウォールの墓碑は、マーク王は同様に登場するコールローを元にしていると見ることもできる。客中参考文献。ありがとうございます。